羽田空港です。来ましたね羽田空港に急に羽田空港、はい、ANA さんからお呼び出しを、はい、お呼び出しを。大丈夫かね、ちょ校舎裏みたいなことじゃないよね。やばいやばいやばい、怒られ、私たちなんかしたかな、なんかやった。ちなみに心当たりはないよ。心当たりはない、うん、ないよね。これまでも撮影とかでいろいろお世話にもなったし、うん、そうだよね、うん、コンソメスープ美味しいし、美味しいし飲んでるし日常的に。あ、失礼いたします。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。とさ、清水さん、今日は羽田までお越しいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつもお世話になっております。あ、こちらこそお世話になっております。と言いつつ今日は何なのか私たち分かっていなくて、はい、実は、はい、羽田空港の第二ターミナルに国際線エリアが3年ぶりに、再開しましたので、うん、今日は一緒によかったら探検に行っていただけませんか。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、3年ぶり再開、いつから再開だったんですか。はい、7月に再開しまして、まだ開いたばかりで、うんうん、とっても綺麗なんで、ぜひよかったら一緒にお願いします。はい、よろしくお願いします。嬉しいね。怒られなかった。怒られなかった。では国際線エリア新しくできたところまでやってきました。嬉しい、はい、嬉しすぎる。インターナショナルと、いや、はい、インターナショナル書いております。そっか、シャッター降りてたから見れてなかったんですね。そうなんです。もう自体もおしゃれだもん、ね、スマート、すごい、全てがスマート。では見に行っていたと見たいでは見に行ってみたいと思います。はい、はい、こちらです。お願いします。楽しみすぎる。楽しみ。絶対綺麗だもんね。ね。なんか気持ち新しい匂いするよね。する。なんかってここ登ったら別の世界が待ってるんじゃないかみたいなさ、なんか期待感をなんか持ってしまうようなこの明るい入り口。うん。まだ見ちゃダメだよ。はい。まだ見ちゃダメ。まだ見ちゃダメ。まだ見ちゃダメ。足元お気をつけください。せーので、せーので、いかがでしょうか。せーの、めちゃくちゃ綺麗。良すぎる。すごい。明る。あ、ごめんなさい。さあ、さあ、吉崎さんに置いてかれた。明るー。はい。あちらが全面ガラスになってまして、自然光を活かして明るくなっております。すごい景色が。ね、景色やばいね、これね。飛ぶ前にワクワクしちゃうやつだ。うん、では見に行ってみましょう。はい、めちゃくちゃ見えるのいいな。こちらからはたくさんの飛行機が見えるようになっております。海をバックにこんな広い窓ないよ、なかなか。ないね。うん、あ、涼しいここ。空調が効いてますね。うわ、すっごい。どんだけ待ち時間長くてもここに入れるね。入れるね、うん、すごい。天井も明るいですね。すごい。これも自然光がちょっと入るようになってるんですかね。自然な光になってますね、うん、あ、天井は18メートル、そっか、18メートル、そりゃ開放感あるわけだ。すごい。30人分ぐらいかな。人積み重なってる。30人そうね、うん、そのくらいかも、ね、すごい計算早いね。分かんない、ちょっと合ってるか分かんない。では、はい、これから国際線に乗る流れを一緒に体験していただこうと思います。では行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、ではまずはチェックインの流れをご説明いたします。はい、はい、こちらがまず自動チェックイン機になりまして、うんうん、触ったこと終わりですか。ないかもしれない。そうだね、うん、なんかいつもカウンターに行ってるイメージがあります、うん、はい、こちらはですね、こちらにパスポートをかざしていただくと、うん、ご搭乗便を自動的に認識しまして、チェックインができる手続き、便利機械になってます。じゃ並ばなくていいんですね。そうですね、はい、すごい。そしてですね、はい、こちらがまた最新の機械になりまして、はい、フェイスエクスプレスというんですが、こちらで写真を撮っていただきますと、保安検査場と搭乗ゲートで顔の、チケットとパスポートの
称号がいらなくなります。時短、時短ですね。めちゃくちゃスムーズにいけるんだ。すごい。じゃああれだ、そのマスクとかしてる時にこう外して、帽子外して、メガネ外してみたいな、はい、あの作業がもういらなくなるんですね。はい、そうです。便利だ、すごいね。便利だすな。便利ですね。時代だね。時代だね。では続いて、はい、手荷物のお預け機をご案内します。はい。では続いて、お手荷物の自動預け機をご案内いたします。うん、はい、こちらも無人でできるようになっておりまして、すごー、スムーズにお手続きいただけます。海外の時無人じゃなかったよ。そう、あの長い列に並んでね、うん、それも、はい、時短、はい、時短で自動でやっていただけまして、すごい、この機械からあのよく見る長いタグが出てきますので、はい、うん、こちらをお客様ご自身で貼っていただいて、このベルトコンベアにお荷物を流していただきますと、そちらでもお手続き完了ということで、お荷物が預けられる流れになっております。そのままもう保安検査所行って大丈夫。はい、すごい。一番手荷物預けるのが大変だったじゃん。本当だよね。今までパスポートさ、うん、私たちは団体でやっぱ遠征行く時とか行くんで、はい、大量のパスポートをこうやって渡して、はい、誰々さんって言われてこう行って、うん、みたいな、あの作業ね。ね、長かったよね。長かった。ありがたい話だけど長かったよね。はい、そちらが、なくなりまして、スムーズにご登場できいただけるというシステムになっております。なんか逆にスムーズすぎてあまりここにいられないのが寂しくもなりますね。確かに、こんないい施設なのに、はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。私が作ったわけじゃないですけど、ね、はい、開発者の顔をしてみたいな。はい、では次は早速搭乗ゲートに向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ましょう。ではこちらが保安検査場でございます。こちらも今までにはないようなデザインになってまして、すごい、めちゃくちゃおしゃれ。はい、なんか映像めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。はい、柄がついていたりとか、ムービーが流れていたりします。うん、すごい、すごいな、文字が流れてきたり、行き先の映像とかが流れてるんですよね。はい、これめっちゃ旅が楽しみになる。ね、ワクワクすね。ワクワクしてきますね。最新の設備になっております。はい、ではこちらから搭乗ゲートに向かっていきたいと思います。はいはい、中にはラウンジですとか飲食店もございますので、どうぞお楽しみ。楽しみ。はい、では行きましょう。はい、では無事保安検査を通過いたしました。よかった、ありがとうございます。緊張した。はい、すごい。国際線の出発ゲートがあるエリアになっておりまして、見てよ、はい、床が光ってるのよ。光ってら、すごい。何こ、何、え、キラキラしてますね。そう、全体的にキラキラしてる。はい、新しいので素敵。はい、ピカピカでございます。まずですね、あちらにございますのが ANA のラウンジがあります。ラウンジ、これはまさか拝礼、今日はごめんなさい。これあれだよ、自分たちで頑張れってことだよ。そういうこと。頑張ろうな。頑張ろう、ね、絶対入ろうね。入ろうね、いつかね、うん、生きてるうちにね。生きてるうちに入りましょう。うん、よろしくお願いします。場所だけご案内させていただきます。はい、やった。こちらのエスカレーターを上がりますと ANA のラウンジがございますので、ぜひまた次回お越しください。はい、いつか頑張ります。絶対に。絶対にビュッフェ食べたいよね。ビュッフェです。ビュッフェ、ビュッフェです。ビュッフェです。あるんですよね。そうなんです、あの。ビュッフェですとか、ご飯、飲み物などもご用意してますので、次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では、ゲートの方も案内させていただきます。はい、検査を抜けた階から1階降りてきまして、はい、この階がたくさん飛行機に乗るゲートがある階になりまして、うんうん、目の前にも飛行機がたくさん止まっております。いい景色だ。めちゃくちゃもここにずっと住みたいよね。住みたい。寝させてほしい、ね、
で、ゲートの前にはたくさんお食事どころなどもございますので、ご出発の前には食事を取ったりすることもできます。海外行く前に一旦日本の食事取っておきたいみたいな。そうあるよね、あるよね、いつもやるよね、うん、遠征行く時とかさ、うん、寿司かそば、そう あるある、二次コーナーある、米米日本を感じてから、感じてから、はい、飛び立てるということです。実は今日は飛び立つ飛行機をご一緒にお見送りに行きたいと思います。お見送り側になれるんですか？嬉しい。いつもね、あの窓からこう手振ってる方だから、はい、行ってらっしゃいってでっかい声に全力で送り出そう送り出そう、ね、いい旅にしていただけるように。では飛行機の近くまで行ってみたいと思います。やば、はい、ではここまで来ました。やだー、近い、すごい、なかなか来れないですよ、ここは。すごい、ね、この飛行機がこの後お見送りする飛行機ですか？はい、こちらがロンドンにこれから向かう飛行機になっておりまして、今ちょうどお客様のお荷物ですとか、貨物の準備をしているところです。あ、なるほど、はい、グランドハンドリングという専門のスタッフがああいう機械を乗りこなして積み込んでくれています。いつも預けてる荷物はこうやって積み込まれてるの？そうなんです。すごい、なんかさっきその搭乗を待ってるお客さんたちを見てきたじゃない、うん、そうだね、の横を通ってきたから、なんかあの方たちが今から飛び出すんだなとね、来るものがありますね。物語を感じるよね。感じる、うん、本当に。ではちょっと近くまで一緒に行ってみませんか？行ってみましょう。こちらにお客様のお荷物ですとか貨物を積み込んでおります。こんな風になってるんだ、はい、すげー。お客様が座ってらっしゃるあの窓がある階の地下がこのようにスペースになっております。こちらも見に行ってみましょう。わーい、このようにコンテナという大きな箱に荷物が入っていて、そちらで、はい、中まで積み込んでいます。これはもう預けた順とかで入っていくものなんですかね？番号で振り分けられてまして、はい、この指定の番号のところに入れられているので、お客様がの荷物をなくさずにしっかり到着地まで届けることができるようになっています。ありがたい、いつもすごいなと思いながら、はい、自然にあちらについて出てくる感じがするんですけど、うん、こうやって人の手で作業して無事お客様のお荷物が到着地まで届くように。飛行機って力持ちですね本当に。いや、不思議だよね。だって私たちも運んでくれるし、荷物だって重いのに全部運んでくれるんだよ。すごいね。すごいよね。ちょうど今、はい、飛行機が運ばれてきました。すごい、帰ってきたのかな。はい、おかえりおかえりもこれから出発するようです。あ、出発、もうめっちゃ綺麗、超綺麗どこ行くんだろう。うわ、待って、撮りたい、これ。今日はお天気もすごく良くて写真映えそうですね。そう、なんか飛行機のこと調べてて、はい、意外とびっくりしたのが自分では走れないんですよね。よくご存知で。そうなんです。今ちょうどあの車で押されているんですが、うんうん、飛行機はバックができないので、うんうん、ああやって車で動けるところまで押していただいて、あの車を外して出発します。うわー、すごいよな、はい、たくさんの人が支え合ってできてるんだ、あの車もあのグランドハンドリングというスタッフが運転していて。あ、そうか、はい、グランドハンドリングの方は本当にいろいろな仕事があって、すごいなっていつも思ってます。あ、他にどんなお仕事あるんですか？グランドハンドリングは、あとは飛行機が帰ってきた時にこう合図して止めてるのはご存知ですか？わかります、はい、あの旗のようなものを持って、うん、こう停止っていう合図を出す役割もやってくださったりします。あれもそうなんだ、はい、すごいな、いろんな仕事があるんだね、はい、今あのグランドハンドリングの方が同時によしっていう確認をしてました。はい、指差し故障と言われる確認で、はい、指差し故障、はい、仕事以外でもやっちゃうってスタッフは言ってたりします。やっぱあるんですね、そういうの、仕事の手がある、安全ですもんね、普段からやった方が、はいはい、私たちはあのおはようございます
っていう挨拶が地味すぎすぎて、はい、おはようじゃない時間におはようございますって言うことあるよね。あるあるある。それみたいなことですよね。そうです。職業病みたいな。ではいよいよあちらの飛行機ロンドンへ飛び立つ準備ができたようですので、みんなでお見送りをしたいと思います。はい、パイロットさんもいらっしゃいますね。はい、こちらに合図を出し始めましたね。お、出発するようです。おー、いってらっしゃい。あー、気づいてくれました。さん、清水さん、今日は探検にお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか？めちゃくちゃ楽しかったね。とんでもなかったね。大興奮よ。ねえ、カピラってるもんね。大興奮なんですよ、本当に。本当にすごかった。すごかったよ。なんか普段見ることのないさ、積み込み作業だったり、うん、なんか飛行機が飛ぶまでの物語みたいなのを見れて、うんうんうん、なんかより一層次飛行機に乗るのが楽しみになりました。そうだね、うん、貴重な経験をさせていただきました。よかったです、喜んでいただけて。最高の、はい、探検でした。素敵な探検でした。ありがとうございます。楽しかったです。はい、皆さんもあの羽田空港、新しい国際線エリア、新しい機械ですとか建物もすごく綺麗ですので、うん、飛行機を見に遊びに来るだけでもいらしてください。はい、では今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもまた動画でお会いしましょう。ありがとうございました。